XJAPAN の YOSHIKI、年齢非公表が8日、発生から11日で9年を迎える、東日本大震災の被災、自身の運営する、米国非営利公益法人を通じて、日本赤十字社に1000万円を寄付したことを発表した。まだまだ復興に向けての支援が必要。3.11 は、まだ終わっていません。復興が進まない地域や、心身の痛みが癒えない方々に対しても、支援が継続的に行われることを願っていますとした。政府が11日に予定していた追悼式の中止を決めるなど、新型コロナ感染拡大によって震災への注目が薄れることを懸念してのこと。また、新型コロナについても、今、皆さんが行っている経済的なダメージを伴う自粛、治療薬やワクチンの開発などの研究に対して、国や企業、そして僕らも支援できる受け皿となる機関が、至急必要なのでは、と思っています。自分も支援をさせていただきますとコメントした。